車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回紹介する車はこちらなんですけれども、はい、久しぶりにその前にオーナー様に触れてもいいでしょうか？あ、もちろんどうぞ。もうちょっと聞いちゃったんですけど、はい、あの数々 のとんでも車両を。そうです。毎回自分のホイールを知らない人です。そんなことあります？飯村さんのお客様でもそんなに多くはいらっしゃらないですよね、はい、そんなに多くはいらっしゃらないですね。お任せっていう方は。さすがにこうね、一応打ち合わせを踏んで、じゃあオーダーっていうのが。ほとんどの方はだからちゃんと打ち合わせをして、どういうホイールかっていうのを分かってる。分かった上で注文されてるんですよ、はい、でこちらのオーナー様は、はい、ほとんどが、はい、知りません。知らない、納車の時まで分からない、はい、それは新しい楽しみ方なんですかね。そうね、はい、そうだと思います。まあ、信頼をいただいているということは本当にありがたい話なんですけども、はい、そんなオーナー様が今度新しく作った車がこちら、はい、ゴースト3、はい、でかいっすね、久しぶりに見ると。やっぱり長いね。別にロングじゃないんですよね。だけどこんだけまあ大きいなっていう。だって S よりなんか40センチぐらい長い。長いですもんね。だから改めて見るとちょっともう画角もパンパンだと思いますけど、はい、こちらをご紹介します、はい、でまずブラックバッジもそうなんですけど、はい、色すごいっすね。そう、すごい綺麗な青たまにロールスロイスでこういう奇抜な色とか目につく色注文される方いらっしゃいますけど、はい、なかなかこう乗り潰すっていう車じゃないじゃないですか、うんうん、確かに。だから割とこう無難な色とか、はい、まあ、あと黒とか白とか行きがちだと思うんですけど、はい、今回このブルー、はい、ブルーです。これだけでもめちゃくちゃ目立つんじゃないかなと。そしてブラックバッジということで、はい、もう各部黒い、はい、だからもう組み立て方によってはもうノーマルでもめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。そう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 、なかなかない仕様だよね、はい、ある意味ブラックバッジでブルーでこんだけ明るいブルーでなかなか選ぶ方が多くないんで。僕数々の歴代の車を知ってますんで、はい、納得のなんか雰囲気です、はいはい、というわけで、はい、もう、はい、余計なことって言ったらあれですけどプラスアルファはもうしてないんですよ、ね、してないです。あ、してます。あ、してるんですか？はい、してます。ごめんなさい、ですね、分かりません。グリルの縦が、あ、そっか、そう、なんだろうね、オプションでカニナンは後から追加された、はい、でゴーストもあるのかな、もしかしたら。で見たことないですよ、ね、オプションね、はい、だいたいみんなこうブラックバッジで枠は黒メッキみたいになってるけど縦はメッキ、メッキのまんまっすよね。そうなんでそこは今回バラしていく、グロスブラックにペイントしてます。これすごい質感よく塗れてますね、うん、はい、そう。というわけで全部黒にまとまってる、はい、だこの辺もやってんどっていう感じを出すのか、うん、はい、こうやってそうでやってませんっていうね、はいはい、いうふうにやるのか難しいところですけど、はい、今回はもう絶妙な雰囲気で仕上がってると、はい、あとはさすがにないですよね。あとは前回りはないです、はいはい、あとプロテクションは今回は貼ってないです。まあ、走り込むというか、うん、はい、滑り出して乗るような車ではない。多分高速に乗らないと思う、はい、というわけで、はい、もうエクステリアから非常に目立つ車なんですけれども、はい、そんな車に欠かせたホイール、はい、早速行ってもいいでしょうか？はい、どうぞ。こちらです。はい、正直いいですか、はい、賛否分かれるんじゃないかなと思ってしまいました。これですか？はい。あ、そうですか。僕は毎回こう結構いろいろ深く探るんで、はい、こうすごいの来たなと思ってたんですけど、はい、なかなかこれって今までなかった組み合わせだと思うんですよね、うん、そう、やっぱりロールスロイスのオーナーさんもあってどうしてもこうフローティングキャップ、はい、純正のあの RR の回らないやつを移植したい方が多分9割、圧倒的ですよね。圧倒的なんでそういう意味でも、まあ、HRE の L1 シリーズが出るまではロールスロイスへの装着率ってものすごく低かったと思う、はい、キャップが移植できないから。なんで今回のヴィンテージ501の3ピースに関しても装着例は1台だけあった。あ、そうなんですか。僕のマブダチボーデンオートハウスが1台大丈夫です。一方的なラブコールじゃないですか。大丈夫ですかが、はい、マンソリー組んで、はい、白のゴーストに白ディスクで501つけた。今回は一応聞いて、はい、キャップ純正移植がいいですかどうですかだけは聞いた。で別にどっちでもいいですよって話だったんでそれがすごいっすよね。だったんでじゃあもう、はい、501一緒っていう。なるほど。話で確かにそれがなくなるとホイールの選択肢もバーって広がりますからね。すごい広がるし、はい、前にファントム8シリーズ2に935をつけたことがあって、はい、でその時に
やっぱりキャップが普通のキャップになってちっちゃくなるじゃない、はい、なんで車全体ものすごいすっきりして見えたの、 ある意味、まあ、もちろん純正キャップもかっこいいんだけど、はい、まあ、やっぱ面積がでかいじゃない、うん、なんでそこにこう目が行きがちだけど、あのキャップが普通のちっちゃいキャップになることによって車全体はすごくなんかすっきりしたなと思ったんで、僕個人的にはまあもちろんこだわりある方はいいんですけど、このキャップもかっこいいと思うんで今回は501にしました。なるほど、はい、ということでまず脱定番の一つのポイントとしては、はい、キャップが通常のキャップ、そう通常のキャップで、今回ビレットの、オプションのビレットキャップになってます。あ確かに、はい、HRA 履く方って圧倒的に標準のね、標準のやつ、うん、メッキと赤と青だと思うんですけれども、今回このビレットの一番シンプルなやつ、そうだからもう色が全くない感じ、確かに、だかそれをするだけでもう他と被らない、そうです。でもう一つびっくりなのはこのデザイン501、うん、はい、これって圧倒的にほとんどの捉え方がレーシークラシック、あそうね、メッシュだと思うんですよ、はいはい、だからベンテーガとか、うん、ベントレーだったら、うんうん、ギリこう車の流れが、はいはいはい、歴史がレーシングの流れなんで、はい、まあ、レーシングな足元持ってきても、うん、まあ、整合性取れるじゃないですか、うん、でロールスにこれを行くんですね、はい、今回まあブラックバッジなんで、はい、ドライバーズカーだし後ろに乗る車ではないんで、まあ、こういう501のメッシュなんかも全然ありだなと思って持ってきました。確かにブラックバッジっていうところ大きいかもしれないですね。そうね、はい、なんかこれがロングで後ろ乗りますよってなるとちょっと雰囲気変わってきちゃうかな。でブラックバッジっていうのがロースが後から出したちょっと年齢層を少し低めをターゲットにしたドライバーズカーのパッケージなんですよね、うんうん、バリーもちょっと出てて各部、うん、もう高級車って言ったらメッキパーツが定番のところを黒くしてっていう車なんで、うん、そこに持ってきたっていうのはありそうでなかった組み合わせかなと、はいはい、そうです。でもう今回、うん、はい、ごめんなさい24インチなんで、はい、あの通常まあ22が一般的な定番サイズなんですが、はい、ですよね、はい今回は24で、はい、ということでもう一つのびっくりポイント出す定番のところ24インチということで、はい、でかいっすね、さすがに。でもやっぱり車が大きいんで、確かに確かに確かに、バランス的には個人的には24で、このサイズでこのマッチングで基本的に当たらないんで、はい、結構ロールってこっち側がきつい、ね、はい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 、だから車高を下げて外に出していくとインナーのライナーが結構きつかったりするんだけども、このサイズでこのマッチングで普通に乗れるので、というわけでこの決して大きくないロールスのタイヤハウスにしっかり24が収まっています。フランジまで入れたらそれ以上、はい、というわけで今回リムもえらいこっちゃになってますね。そうこれフロント3インチリップ、リア4インチリップ、こんな感じで履けるんですね。そうなんですよ。で今まで圧倒的にディッシュのケースが多かったじゃないですか、はい、だからこうリムがどれだけ取れるかっていうのは、うん、結構未知数の部分でしたけど、はい、今回この501 の, このリップを取ったデザインにしたことによって、はい、潜在能力が見て取れる、はい、これすごいっすね。だって全部出てるっすよ、段付きリムの内側まで。そう、はい、きちんと見えてます。だこのステップのリップでもこのディスクによって違うじゃないですか。そう途中で終わっちゃうね大体ね。もしくはこうシャキンってホイールだったら隠しちゃうから分かんないじゃないですか。というわけで今回 どのぐらい取れてます？4センチ5センチぐらい取れてます。3インチなんで、というわけですごいリムになってると、はい、そしてここまでやっても最初に戻りますけど真っ黒、はい真っ黒ですブラックバッジじゃなかったら、うん、普通のポリッシュとかブラッシュドでもまあ色味のバランス的には、そうそうそう、なんかブルーなんで、はい、だ今回すごいそれも悩んでボディカラーブルーで明るめの色の車の場合ってやっぱブラッシュポリッシュとか明るい系のね、ホイールを持ってくる、まあもしくは白とかなんかもありかもしんないけど、まあ、それも考えたけどまあ逆にもう潔いかなみたいな、こっちの方がだようやく最近なんかあの単造でもベタ塗り、うん、はいはいはい、真っ白とか黒とか、はい、カラー入れたりとかっていうの増えてきましたけど、うん、一番こう贅沢なフィニッシュですよね。そうある意味ね、うん、単造だったら本当だったらもっとその金属 の, あの密度の高さを生かしたこうフィニッシュっていうのはできるんですけど、はい、今回なんと全部真っ黒ということで、はい、だからこれ見る人が見たらすごいの選びましたねっていうホイールだと思う。まあそうそうね、はい、そうね、確かにもう脱センターキャップ、うん、はい、脱デザイン、小田さん何も選んでないです、はいというわけでお任せでこちらのホイールが装着されて、はい、で車高も結構低めっすね。そうね、今あの、まあ、乗降モードなんでここから車速が入るとベッター上がるんですけど、
やっぱり低めでかっこよく止まってた方がいいかなと。こういうサイズ、こういうホイールなんで。でもうデズラに関しては、はい、もう言うまでもなくパンパンでございます、はい、だこの辺もデズラ一つで見え方が全く変わるじゃないですか、はい、そうね。ちょっと引っ込み気味にするのか、うん、もうツラツラにするのか。そう、ただそのゴーストとかエアサス系はどこで合わせるって難しいと思う。確かにキャンバー変わりますからね。そうで、その乗降モードで合わせるのか、はい、その走行モードで合わせるのかみたいな、すごくそこは僕も未だに悩むところかな。ちなみに今回はどっちもいいとこで合わせてる、はい、だその辺も言っていただければ、うん、もうとにかくベタベタにした時にバチバチにしたいんだとか、うん、走ってる時にこうツラツラにしたいんだとかって言っていただければそういう注文もできる。そうですね。あとあの車種によってその乗降モードと走行モードのその車高の幅が、あ、例えばカリナなんかだとすっごい上がるし、はい、結構上がっちゃいますよね。でこのゴーストとかだとそこまで上がらないしみたいな。あ、じゃあいい塩梅のところで撮ってもそんなにこうデザインが変わらない。そうそうそう。というわけで今回も絶妙に仕上げた、はい、そして、はい、ボディの方に戻りたいんですけど、はい、このピンストライプ、はいはい、コーチラインがなんとこれ何色って言えばいいんですか。エメラルドグリーン、違うな、うん、なんて言えばいいですか。ティファニーブルーみたいな、ターコイズブルーみたいな、ターコイズブルー、ね、はい、の2本のライン、はい、でこの辺はまあ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 アクセントにこういろんな色を入れる方もいらっしゃるじゃないですか、はい、ここからのキャリパー、はい、キャリパー、これキャリパー塗ってないんですよね。塗ってないです。めっちゃおしゃれじゃないですか。この状態で新車これもすごいっすね、はい、なかなかだから頼めないできるんだと思ってね。確かにね、なかなかこの仕様で頼めないと思うんですよね。本当、ね、はい、そうなんです。すごい乱暴な言い方すると本当リセール完全無視みたいな、無視、はいはい、かっこよさ最優先みたいな仕上がりになってる、うん、あとは当然、はい、あれここってちょっと待ってください、もういろいろカスタマイズをしたロールスを見すぎて、はい、どこがメッキ残ってんだか忘れましたけどここはあれですよね。何もしてないです。何もしてないですね、はい、ブラックバッジだと色がひっくり返して黒くなるんですよね、はい、で、はい、窓枠もっすよね。何もしてないです。で、はい、ここはもともとメッキやりました、はい、というわけでここ、はい、なんでここを黒くしてくれないのか、シリーズ2からなります。あ、シリーズ2が黒です。カリナンシリーズ2から黒になります。ゴーストまだですよね。ゴーストはまだです。で、はい、もしかしたら次のタイミングでまあもちろん多分なってくる、なってくるんじゃないかなと、はい、というわけで今回これラッピングですか。はい、ラッピングです。ラッピングでめちゃくちゃ綺麗に貼れてますよ、ね、そう。あともう一個重要なのはこのフィルムの質感、最近あのすごいいいのが出てきたんで、あのエア抜きがこうついてる、うん、なんですか、もうよく見るとボコボコしてるのもあれば、今回の車に施工したみたいに本当に塗装と見分けがつかないの、うん、いろいろ種類あるじゃないですか、はい、だからこの辺もこだわりたいですよね。そうね。というわけで今回は塗装と見まがうような、はい、もうツヤツヤのフィルムでここも黒くなってると、はい、で、まあ、もちろんフィルムなんで元戻すこともできますので、できます。まあ、その辺もいいかなと、はい、あとここもっすよね。キシリンダーもです、はい、ここもしっかり黒くなってる、はい、そして衝撃のリアに行ってもいいでしょうか、はい、どうぞ。もうフロントであの様子がおかしい感じが見て取れてますので、うん、はい、後ろのリマーもんとすごいですね。本当だから、はい、ディスクが見えない。さっき言ってましたけど、はい、リップカーじゃん。そう、そうなんですよ。そこを求めました。そのぐらい、はい、だって指第一関節どころじゃないですよ。もう指全部、そうね、付け根ぐらいまで。これすごいっすね。すごい大型 SUV だったらまだ、はい、なんとなくね、確かに、まあ、リップ取れますって車種によってあるけど、はいはい、この大型セダンでこれだけリップが取れるってなかなか前もすごいですけどね。なかなかない、はい、なんかこうリップすごい取れる車って言ったらアウディの RS ってなんかイメージですけど、雰囲気的にはそれぐらい取れてる感じの。そう、取れてる。めちゃくちゃ深リム、はい、だ本当になんかすごいこう奇抜なことはやってないんですけど、うん、よく一個一個見ていくと、うん、もう脱定番をいろいろやってて、はい、でこのリップでめちゃくちゃ目立ってると、はい、だからこれ走ってたらめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。これ走ってたらめちゃくちゃかっこいいね。ディスクほぼ見えない、見えないリムが深いと。そしてリアも車高ベタベタになってると、はい、いい感じですね、はいはい、でもちろん微調整もできますもんね。できます、ロットなんで、はいはい、というわけでこんな前後のホイールになっております。はいはい、続いて内装、はい、今回も内装特に触ってるわけではないんですけど、やっぱり車トータルコーディネートということで、はい、外装のこのターコイズブルーでいいのかなが各部、うん、アクセントで入った。これ内装もめっちゃおしゃれですね、はい、そう、なんかこのパターンだと白系持っていきがちなイメージ、はい、確かに白とこのブルーみたいなイメージ、はいはい、が黒とっていうのがなんか逆に、うん、あのブラックバッジだし、はい、変にこう白とか明るくしないっていうのは、
個人的にはすごくいいなと思いました。で、あと僕数年前にドイツ初めてかな2回目かな行かせていただいた時に、うん、その足元と内装を合わせるのってめちゃくちゃおしゃれだなと思ったんですよ、うんうんうん、確かブラバスでオレンジ色のキャリパーかなんかで内装オレンジ色履いたんですよね、はいはいはい、それめちゃくちゃおしゃれだなと思ったんですけど、うん、これもよく見たら、うん、この足元黒でアクセントでキャリパー入ってるのが内装でも、うん、そう、そこでこれはすごいっすね。すごいでしょ。すごいですこれは、うん、はい、内装まで含めてご相談いただいた方がいいです、はい、というわけでこんな感じの内装になっております、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、今回このとんでもなゴースト3、はい、ご紹介させていただきましたけども、はい、あの数々歴代の車を僕見てきてますんで、はい、今年も半分終わりましたけど、はい、あの後半も期待していい感じ。あ、全然もうすぐ飽きるんで、はい、すごいっすよね。だからそれだけ車で遊べる方ってなかなかいらっしゃらない。なかなかいらっしゃらないです。もうその車のベースの状態も遊んでて、そのカスタマイズも遊んでて、はい、まあ、ぜひぜひそういった車ご相談いただければ、はい、さらに聞かないでカスタマイズするパターンとちゃんと相談してカスタマイズするパターン、はい、両方いけますよね、はい、もちろん、はい、というわけでぜひ飯村店長にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。